今実は私はエルスタンウィックというところに来ています。今から昔私が働いてたジャパレスにお刺身を食べに来ました。それでは行ってみたいと思います。本当にこのロックダウン、なんて言ったらいいの、これおめでとうっていうものなのか、よく頑張りました。
はい、今日は私が昔働いていたジャパレスビストロゴエモンにランチに来たという動画でした。で特にね、お刺身とかお寿司とかフレッシュな新鮮なシーフードが食べれるので、ぜひビストロゴエモン社長もとっても楽しいので、一人でも気軽にねカウンターとかで社長とお話できてご飯食べたりできるので、社長もねすごい飲むの好きでね、日本酒とかもすごい詳しいし、どの料理にこの日本酒が合うとかっていうのもねおすすめしてくれるので、お酒好きの人はぜひ行ってみてください。あとねご飯も美味しいし、やっぱねちょっとこのロックダウン明けでね、そのやっと店内飲食ができるようになったっていうのもあって、ちょっと今スタッフが足りなくてスタッフ募集もしてるらしいので、もしね今まだあのコロナの方があったけど帰国せずに頑張ってメルボルンでいるっていう学生の方たちとかワーホリしてる方たちがいてね、仕事探してるっていう方がいたら、ぜひエルスタンウィーク駅から本当に歩いて1分もかからないあの見えるところにあるので、もしね仕事探してる人がいるっていう人がいたら、ちょっとビストロゴエモン考えてみたらどうですか。ちょっとねエルサウィックっていう駅名だけ聞いたら、えそれどこって思う人もいるかもしれないんですけど、シティループであの電車に乗ったら割とすぐに着くところにあるので、もしよかったら美味しいまかないもあるので募集してみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上です。オーストラリアからアナティでした。バイバーイ。日本酒とお刺身めっちゃ美味しかったです。バイバーイ。